はい、こんにちは。電子音楽専門チャンネル北条久弥のスケープレディオセッション3。どうも、作曲家で電子音楽家の北条久弥です。はい、本日617回目の放送になります。9月に入りましたが、まだまだ暑い日が続いてます。先週末はあいにくの雨だったので、ディズニーチャンネルで見ていなかったスターウォーズのオビワンを一気に見ました。やはりスターウォーズはいろいろな作品がつながっていて本当に面白いですよね。皆さんもお好きでしょうか。さて、本日のスケープレディオは現代のエレクトロニカ、ポストロックを代表するアーティストをレコメン。本日のスケープレディオは現代のエレクトロニカ、ポストロックを代表するアーティスト、ティコをレコメンしたいと思います。ここで簡単にティコのプロフィールを紹介しますと、サンフランシスコを拠点に活動するスコット・ハンセンによる音楽プロジェクトがティコです。デザイナー ISO50 としても活動。2001年にプロジェクトティコをスタート。2002年の自主制作による EP を経て、2004年にシカゴのレーベルガンマフォンよりファーストアルバムサンライズプロジェクターをリリース。名門レーベルゴーストリーインターナショナルと契約し、2011年にセカンドフルアルバムダイブをリリース。バンド編成でのライブも開始すると、次第にザック・ブラウンとローリー・オコナーの固定メンバーによるバンド形態へと拡張。2013年太鼓クラブへの出演のため初来日。2015年には初単独来日公演を行い、公演はソールドアウトし大盛況を収め、2017年まで3年連続で来日。2019年名門レーベル忍者チューンへ移籍し、初のボーカル作ウェダーをリリース。2024年4年ぶりのニューアルバムをリリース。はい、簡単にティコのプロフィールを紹介したのですが、初期の頃から大好きなのでスケープレディオで何度もレコメンしているアーティストです。エレクトロニクスとバンドサウンドを融合させたインストアーティストの代表とも呼べるアーティストかと思います。僕が自分の北条バンドをやるときに一番サウンドを参考にしているアーティストかもしれないです。大好きなアーティストなんですが、5年前ゴーストリーインターナショナルから忍者チューンに移籍しリリースされた一発目のアルバムがまさかの歌物だったので、おやーと思ったんですが、その作品でなんとグラミー賞にもノミネート。半年後の2020年には歌物アルバムウェザーのインスト再構築版ともいえるアルバムサイマルキャストをリリースしましたが、そこから昨年シングルのリリースはありましたが、アルバムのリリースはないなぁなんて思っていたんですが、何気にアルバムとしては約4年も空いたんですね。まさに待望のニューアルバムになるわけなんですが、ニューアルバムは歌物ではなく、しっかりいつものティコに戻っておりました。グラミー賞にはノミネートされましたが、歌物アルバムウェザーは昔からティコが好きな人にとってはアルバム8曲中5曲がシンガーを迎えていたので、ちょっとびっくりしたという方も多かったんじゃないでしょうか。ニューアルバムはどっちなんだろうと内心思っていたんですが、いつものエレクトロニクスとバンドサウンドを融合させたスペーシーでドリーミーなインストものを聴かせてくれるティコに戻っておりました。歌物作が決して悪かったわけではないんですが、やっぱりアーティストにはイメージってものがあるので、正直ホッとしたという方も多いんじゃないでしょうか。この辺が音楽活動の難しい部分でもありますよね。売れてなければいくら音楽性を変化させても誰も何も言いませんけど、売れてる方が音楽性を変えるとファンや音楽好きの方からいろいろリアクションがあるかと思います。結果があれば売れた曲、売れたアルバムのような作品を求められるのは当然でしょうし、ブームや時代背景も作品には大きく関わってきます。さらに人間なので自分のやりたいことも少なからず影響するでしょうから、当たり前ですが売れてる方や成功されてる方の方が作品のリリースには大きなプレッシャーがあるかと思います。そんなプレッシャーもおそらくあったかと思いますが、ニューアルバム、まさに往年のティコらしいサウンドのアルバムをリリースしてくれました。
それではそんなティコの楽曲3曲続けてお聴きください。 Spotify のスケープレディオオンエアというプレイリストがあるのでこちらから楽曲が聴けます。1曲目は大ヒットアルバムダイブから L、 2曲目は前作サイマルキャストより Weather、 3曲目はニューアルバムよりリードシンセがかっこいいファントム、聴いてください。80s を感じさせるスペーシーでドリーミーなサウンド、ティコニューアルバム Infinite Health は忍者チューンから発売中です。今日レコメンしました3曲は Spotify のプレイリストスケープレディオオンエアから聴くことが可能です。 YouTube チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。励みになります。それでは今日はこの辺で、また来週土曜日に会いましょう。北条セアでした。